津山城古写真津山藩は、三政家国の大藩を領有した藩。藩長は津山城に置かれた。慶長五年関ヶ原の戦いの後、三政家国は、備前岡山藩主、小早川秀明が領していた。慶長七年、秀明の無志死での死去により廃絶となる。慶長八年、品濃川中島藩より森吉成の小田田が、 三坂一国十八万六千五百国で入部し、津山藩が立藩した。この地は従来、鶴仙と呼ばれていたが、忠政により、津山と改められた。翌慶長九年より、三坂の府庁として、津山城の築城に着手し、現那二年に完成した。この間に、津山の城下町も整備され、藩政の基礎が築かれた。元十年、四代長が死去し、 末期用紙として二代長次の十字なんで、叔父の家老関修野の用紙に出されていた、修理が迎えられた。同年、修理は継承挨拶のため江戸に出府途中に、伊勢で強後殺したため、幕府は、見まさか津山藩を召し上げた。しかし隠居の長継が健在であり、またその子も、多数いたため、 長次に、備中国西高原藩二万国の再重ねを許して、加盟存続を認め、これに伴い市藩の津山神殿藩一万五千国を、張馬国三和藩一万五千国、宮川藩一万八千七百国を、備中国二三藩一万八千国にそれぞれ、転望した。元禄十一年、結城秀康を外する、越前松平家文家の松平信富が十万国で、 入部、以後廃藩地県まで、松平氏が治めるところとなった。教法6年に家督を継いだ獅子朝五郎が、教法11年に死しないまま11歳で、溶接したが、海役は免れ、信富の弟で、白川神殿藩主、松平千住の三男の長広氏を迎え家督を、相続させた。ただしこの際に、治療は半減の五万国となり、藩の格式も低下した。 この後八大藩主に十一大将軍、家成の年尾生民を養子に迎えることにより、国高を十万国に復帰させることに成功した。松平氏の藩政時代は、政情が不安定だった。入部の年には、元禄一揆があり、教法十一年には、山中一揆、幕末には、改め政一揆と、百姓一揆が頻発した。津山藩で幕末から明治にかけて、 範囲だった宇田川や三つく寺家からは優れた洋学者を輩出し日本の近代科学発展に寄与した津山藩市の津田間道は後期期限を確立した内閣総理大臣となった平沼喜一郎は津山藩の出身である明治四年廃藩地県により津山県となる北条県を経て岡山県に編入された 戸山十八万六千五百国、田田政町次町、竹町政修理審判十万国、五万国、十万国、信富朝五郎町広市五万国に、現地町高校最高おさむ高市政民十万国に、家族喜びりん津山神殿藩は、森家時代の津山藩の師藩であるが、この名で呼ばれる師藩は二藩ある。森長都市の師藩遠方四年、津山藩三代藩主。 長田の弟の長戸氏が、小北軍北部一万五千国を分治され、立反した。元六十年、津山藩森支配藩に伴い、針間三日月藩に天保となり、長戸氏一代で廃藩となった。森長田の市藩上京三年、津山藩三代藩主、長田が、老いの調整に藩主を譲った際、倉前に万病を与えられて立反した。元禄九年、 長竹の養子師となった長本が病と称し、江戸への散布の命に反したため、相続を認められず、廃藩となった。宮川藩は森家時代の津山藩の師藩。津山藩、第二代藩主、長次の弟の関長政は万八千七百国を分治され、立藩する。立藩の年は徳川三木によれば、寛永十一年、御境六によれば、 官営十四年、関西重修書家府では、上元年と諸説ある。元六十年、津山藩森家廃藩に伴い、第二代藩主、関長春は、新見藩に転望されて、廃藩となった。歴代藩主一万八千七百国長政、長治上記のほか、東北上軍七村、大場軍十七村、西西上軍十二村の幕府領を預かっていたが、全域が、 倉敷県に編入された。かつて学問書として使用されていた、鶴仙館、明和2年、五代藩主、松平光斎の時代に、内山下に藩校として学問書が設けられた。熊本藩主の大村昭介が責任者となり、教員には、飯室武中、河井健之介、山下勘也、名古屋七郎衛門、軍学者には、正木平馬などがいた。九代藩主、 松平慶林の時代には教育改革が行われ、明治維新の前後には350人が入学したという。1870年に学問所から修道館に改称したものの、1871年の廃藩によって廃校となった。後の NTT 西日本電信電話津山支店の位置に修道館内の学問所があった。廃藩後には短期間だけ。 工場県立中学校の校舎となり、その後は、教立小学校の校舎となり、また、区務所、軍役所、幼稚園、私立学校、町立高等小学校、県立中学校、県立女学校などが仮にこの建物を使用した。この学問所の建物は1904年に、鶴仙公園内に移築され、この際に、鶴仙館という名称が付けられた。ありがとうございます。